はい。あ、置いた置いた。よかったよかった。で、これでベッドイン。はい、寝ますと。うわぁ、全然知らんとこに来たよ。え、なんかいる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 。はい、こんばんは、しまずです。本日はね、こちらのトゥルーナイトメアといったね、ホラーゲームやっていきたいと思います。主人公はですね、睡眠障害にかかっている、人なんですけど、それでね、ある日、目を覚ますと何か不可解なことがね、起き始めるといった、内容になってるみたいです。それでは、やっていきましょう。ちなみにこれはチャプター1とのことで、あ、はいはい、こっから目が覚めるのね。I'm going to take a shower. I need apartment. うん。あ、今、アパートに帰ってきたってことを言ってんですね。うん。で、ちょっと話戻すと、これ、チャプター1でですね、チャプター2に関しては、好評だったら、開発していきたいって言ってました。うん。なので、ね、もし面白そうだったらね、ぜひともチャプター2も作ってほしいですね。うん。今、帰ってきたと。なんかノイズがしてんね。あ、ここ開くんだ。え、待って、懐中電灯ないよ。怖い。閉めとこう。懐中電灯まず取んないと。上だね、上の階で、ノイズがしてますね。てか、めっちゃ広いなぁ。家賃めっちゃ高そう。ん?テレビだ、テレビがついてんだね、これ。おそらく。ほらほらほら、光が漏れてる。ここでしょ?あら、違った。いや、見てくださいよ、これ。ねえ、めっちゃ豪華じゃないですか。シャワー付き、プラスバスタブ付きですよ。うんで、トイレ。多分、予想からしてね、家賃は20万超えですね。こんなところ1回でいいか住んでみたいです。あ、開かねえな、ここ。え、どっからノイズしてる?あ、これノイズじゃないのか。雨の音系?もしかして。これ何?絵だ。うん。ハートマーク。ここが寝室ですね。ね、これ。Go to the bedroom and please the 12 on the 12 rack. ラック。どういうことだ、ラックって。金庫ですね。鍵が必要っぽい。ちょっと電気つけとこう。あれ電気つかねえな。なんで暗くて見にくいんだよ。ライトないの?ライト。で、見て、セキュリティシステムも導入されてますね。めっちゃいいとこだよ。こっちかな?ここ何?あ、ここあれだよ。車庫だよ、車庫。あ、鍵あった。I need now. ん ?don't need だから、まだ取らなくていいってことかね。浴室ですかね。今のタオルか着替えを持って。ここ?ベッドルームって出てもいたかんね。どうなんだろう。あ、ここだ。あ、タオルだったね。うん。ここにタオルをかけて、ドアを閉めろ。うん。で、はいはいはい。お風呂に入ってね、さっぱりして、寝ようって話ですかね。スマホ、はい。あ、ライト来た。これライトだよね。うんうん。いや、タオル持ってきたんだから拭きなさいよ。で、ライトが、そんな遠くまでね、照らすことができませんね。まあ、内よりかはね、全然いいけど。あ、これ、ちょっと待って。そこかな。あ、ここもあったんだ。ここは空き部屋ですかね。いや、空き部屋じゃないな。あ、多分、作業部屋ですね。ここ。で、作業部屋と、寝室。だよね。あ、なにこれ。I need to off all the light before, 写真かな。スマートフォン。あ、スマートフォンを置けってこと?いや、ライトをオフにしてスマートフォンを置けと。違う?
I need to turn off the all light. あ、ライトを全部消せってことか。ライトを消して、スマホを OK。もう寝るからって言ってんだ。じゃあ、ちょっと、もうここも消そうか。はい。はい。あ、置いた置いた。よかったよかった。で、これでベッドイン。はい、寝ますと。あ、で、これで、寝て、起きたら何かやばいことが起きるってことなんですかね。お。うわぁ。全然知らんとこに来たよ。ライター、ライター。うわぁ。夢の世界ですかね。夢の世界でしょうね、おそらく。ねえ。何ここ。はいはいはい。睡眠障害ってこういうこと？夢で変な世界に引き込まれるっていうのを表してるんですかね。急に不気味になった。で、間取りも全然違うね。主人公の人の家と。お、鍵。鍵取った。どこの鍵かわからんが。すんごいボロボロ部屋。いやー、この奥行きたくないな。なんかいそう。あ、ダーク、なんとかボックス、ターン、イット、オン。ボックスを全部調べろって、言ってるのかな？あ、ここか。ここだ。ここの鍵だったんだ、さっきの。ほら、開いた。音がでかい。音がでかいよ。もう。もうちょっとゆっくりさ、電気つけよう。とにかく電気はつきましたね。このままあっちに向かう感じでしょうね。あ、全部のね、うん。部屋の電気がつきましたね。なんだろうな、自分がさ、慣れてない場所に来た時ってさ、やっぱ明かりっていうのは重要だよね。うん、精神的にも落ち着くし。おー、めっちゃ広いじゃん。めっちゃ広いじゃん。ここ何なんだろう？病院？パッと見精神病院みたいな感じがするよね。開かない。走れないからね、もし何者かが襲ってくるんだったら、ちょっと走りたいんだけど。開かない。そう。出口はあるんでしょうか？ね、この世界。アイロック。あ！なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。黒い物体がいる。ただこっちには向かってこないね。うん。これ近づけって言ってるね。ほら、あそこ。ちょっと近づいていこうか。なんか男の人のうめき声的な。めっちゃ背高いな。なんかいる、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 なんかいる。動けない、動けない。なんかいる、なんかいる、ここ。ここにいる、ここになんかいる。だんだん見えてきたよ、姿が。人の形してんね。うん。あ。雷が。これで終わり？まさか。いやいや、違った。あ、セキュリティが鳴ってる。ちょっとね、スマホ取って。ん？どこだ？どっから聞こえる？あっちか。うん。誰かが侵入したんだね。一回行きたくねえな。大丈夫？ん？何も、今のとこ異常ないけど。え？ちょ。オッケー。問題なし。つけて。これ怖いから閉めて。誰だ？アラーム。なんとかスリープって出てた。あ、もう一回寝ようってことっけ。アラーム、待って。雷がうるさい。ね、外嵐だね。もう一回寝ろってことかな。あ、なんか走ってる。なんか走ってる。なんか走ってるぞ。
てか、ここ何の部屋なのかね、わかんないけど。え？あれか、1階におびき寄せて、すんなり2階に上がってきたんだね。誰だ？おい。I was sound? ホールウェイルームってとこから。ホールウェイルーム？ここ？あ、開いてる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 。誰？これ何？あ、窓が開いてるってことは、ここは侵入されたんだ。座ってる。あんた誰？シフトラン？は？ってこと？走れる走れる走れる。え？あいつが襲ってくんのかな？気持ち悪かったね。え？シフトランって言われてもさ、逃げ場ないよね。一回見つかったら終わりじゃない？うん。やばい、侵入者がいますよ。あれだね、夢の中で出会ったやつだね。身長が一緒ぐらいだったから。いやいや、怖い怖い怖い。マイルームに逃げろって言ってる。あいつ、1階から上がってきたよね。閉めとけばいいのかな？はい、閉めた。マイルームに入ってよ。違う。門待ちダメだろ、門待ち。なんお前門待ちしてんの？セーフルームに逃げろって言ってるから、多分1階にあるよね、セーフルーム。あいつ、大丈夫？来てるやん、来てるやん、来てるやん。あ、ダメ。ちょっと待って。多分どうにかして突破できんだよね、あいつ。そうだと思うよ。ほらほら、いないもん。来てる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 。セーフルームってどこ？あ、やべ、詰まった。ちょっと待って。どこだ？待って、暗くて分からん。多分あそこのこと言ってんだと思う。ここだと思う。はい、開いて。よいしょ。ここじゃないの？セーフルーム。違う。全然セーフルームじゃない。あ、これ？鍵取った？あ、あれか。金庫だ。これ金庫の鍵だ。あん中になんか、武器かなんか入ってるから、それで退治しろってことじゃないの？だよね。多分だと思う。とりあえずあいつがどこにいるか確認しないとね。2階にいられちゃもうダメだよ。降りてきた、降りてきた。早く来いよ。おい、来いよ。オッケー。やべ、引っかかった。で、来てる？来てる？じゃあこのまま2階行こう。2階行ってボックス開けて、閉めとこうか。OK？ あった。やっぱね、銃があったわ。シュート。あ、撃っちゃった撃っちゃった。 一発撃っちゃった。大丈夫か？弾はあるっぽいね。よし、これで退治しようか。来いよ。おい、来いよ。やった。倒した、倒した。お前ごとき銃があれば十分なんだよ。あ、起きれた。あれ、悪い夢だったんかな。なんかそんな終わり方になるんじゃない？どう？ほら、いってロック。ね、鍵で開けてないってことだもんね。ってことは、本当に悪い夢だったんでしょうね。あ、でもここ開いてる。ここが開いてるってことは、どうなんだろう。夢だったのかどうか怪しいよね。ここ閉まってたんだったら、もう夢で終わりって感じだと思うんだけど。どう？なんか変化ある？終わりましたね。はい。
トゥルーナイトメアチャプター1終了です。はい、というところで、本日はですね、トゥルーナイトメアチャプター1をやらさせていただきました。チャプター2はね、今回のこのチャプター1の評価が良ければ制作していくとのことでしたね。ちなみにね、2人の方が4ヶ月でね、このゲーム作ったみたいです。いや、怖かったよかなりビビらせていただきました。おかげで寿命がおそらく数日分は縮んだんじゃないかと思われます。それじゃあね、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、ホラーゲームとかいろいろ上げてるんで、よければね、見ていただければすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、島津のホラーゲームシリーズでした。失礼します。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。